サンティはアメリカ海軍の護衛空母、サンガモン級航空母艦の4番艦。艦名はサウスカロライナ州のサンティ側にちなんで命名された。その名を持つ艦としては2隻目。サンティはシマロン級給油艦から改装された護衛空母4隻のうちの1隻であった。最初は民間船は SOC 系の船名で、 ペンシルベニア州チェスターのサンシップビルディングドライドック社で1938年5月31日に寄港し、1939年3月4日にチャールズ・クルツ夫人によって命名へ浸水した。1940年10月18日にアメリカ海軍によって取得され、艦隊給油艦として1940年10月30日に ウィリアム GB ハッチ艦長の指揮下収益した。海軍に取得されるまで s c k はスタンダードオイルオブニュージャージーで運用され石油の運搬でいくつかの新記録を上げていた。収益後、サンティは大西洋で活動した。12月7日の真珠湾攻撃時にはニューファンドランドのアルゼンチア海軍基地へ油を運んでいた。サンティの空母への回収は 1942年春に、ノーフォーク海軍造船所で開始された。1942年10月16日撮影1942年8月24日に、サンティは、悪部 -29 として、ウィリアムディ・サンプル艦長の指揮下収益した。収益後の訓練中も偽装作業が行われ、艦上では作業員が多数作業して艦板には、 多数の資材が積み上げられていた。9月8日に転換作業は名目上完了し、サンティは第22任務部隊に合流した。最初の航空機は9月24日に着艦した。調整の後、サンティは10月25日にバミューダ諸島を出撃し、北アフリカ近海に向かった。その途中の10月30日、対戦紹介のためカタパルトから発射された。 SBD ドーントレスは誤って325ポンド対戦爆弾を飛行艦板上に落下させた。爆発は、艦板上を転がった後海中に落下し、左限監視付近で爆発した。それにより、即居技とサーチライト台座が吹き飛ばされ、レーダーアンテナが破損した。このような被害にもかかわらず、サンティは第34.2任務軍と共に作戦を続けた。 11月7日、サンティは、駆逐艦ロッドマインエモンズ及びキライフ節艦、モナドノックと共に、主力部隊から分離して、翌朝に、フランス領モロッコのサフィ沖合に到着。11月13日まで航空作戦を行った後、第34点に任務軍に再合流して、バミューダに向かった。その後、11月22日に、バミューダを出発し、任務隊は2日後に、 ハンプトンローズに帰島した。入居修理の後、サンティは12月26日に駆逐艦、エヴァールと共に出港し、1943年1月1日に、トリニダードジマポートオブスペインに到着。2日後に駆逐艦リバモアを加えて、ブラジル方面に向かい、レシフェで便乗車を降ろした後、第23.16任務隊として、 南大西洋での対戦紹介及び、敵戦捜索を行った。第23.16任務隊は2月15日まで行動し、2月21日に、レシフェに帰島サンティー橋橋の休息を挟み、3月2日に、再度の捜索活動のため出撃していった。2度目の活動は3月4日から開始。3月10日、エバールと軽巡洋艦サバンナは、 サンティの航空機が発見したオランダ船カリンとオボ式貨物船を調査したところその正体はドイツの封鎖突破船コタのパンであることが分かったエバールがリンケンハンを揃えて乗船させようとしたその時コタのパンは爆発してリンケンハンのうち8名が戦死した3月15日サンティはノーフォーク郊外に到着して3月22日に ハンプトンローズに帰島した。6月13日、サンティは駆逐艦ベインブリッジオバートン及びマクレーシュと共に東に向かい、7月3日にカサブランカに到着。4日後、サンティはアメリカ本国行きの輸送船団を護衛してカサブランカを出港。この時の対戦紹介では、 潜水艦を発見することができなかったばかりか、1機の TBF アベンジャーが中立国スペインに着陸し、パイロットが抑留された。7月12日、サンティの任務軍はアゾレス諸島港海域で輸送船団から離れて、7月25日まで U ボート捜索を行った。期間中、2機のドーントレスは7度にわたって浮上中の U ボートに攻撃を仕掛けた。 25日に西域輸送船団に合流し、8月6日にバージニア周辺岸部に到着。8月26日にはベーンブリッジ及びグリーアと共に大西洋に引き返し、2日後にバミューダに到着した。サンティは8月29日からバミューダからカサブランカ行きの輸送船団を護衛し、10月13日にハンプトンローズに帰港。 10月25日に再びカサブランカへ向けて出港し、11月13日にバシンベスピットに到着した。翌日、カサブランカを出港したサンティはカイロ会談とテヘラン会談を終えて帰国するフランクリン・ルズベルト大統領が上官する戦艦アイオワと合流し、数日間にわたってアイオワに上空援護を提供した後、ビスケ湾に移動して11月末まで、 対戦紹介任務に就いた。12月1日から9日までの間は、サンティは、第21.11任務隊に加わって、北、大西洋で紹介を行った。12月10日に、ノーフォーク海軍造船所に到着後、航空機を降ろした。サンティは12月21日に、ノーフォークを出港し、戦艦テキサス及び数隻の駆逐艦と共に集団を、 なして、ニューヨークに向かった。ついで12月22日から28日にかけて、サンティは、スタテン島で、P、P-38 ライトニングを搭載し、12月29日出発の、輸送船団に加わって、北、大西洋を渡り、1944年1月9日に、グラス号に到着。同地でライトニングを陸揚げした後、1月13日に、出港。 1>, 1月24日に、ノーフォークに到着した。2月13日、サンティは護衛駆逐艦タトムを伴って、ノーフォークを出港し、2月18日から19日に、かけて、パナマ運河を通過し、2月28日に、サンディエゴに到着した。ここで、新樹湾に向かう300名ほどの海軍兵及び、海兵隊員、及び航空機31機を乗せた。また、 サンティに配属される F4 回ワイルドキャット24機とアベンジャーも積み込まれた。3月2日、サンティはサンディエゴ湾を出港して真珠湾に向かい、3月9日に到着後、輸送物件を下ろした。サンティは他の同系艦、サンガモン・スワニー及びシェナンゴがいた第22空母軍に加わり、3月15日に駆逐艦軍と共に真珠湾を出撃。 3月27日に第5艦隊に合流し、パラを攻撃支援のため成功した。第22空母軍は4月4日にエスピリット・サント島に帰島するまでの間、攻撃に弱い補給部隊の上空援護を担当した。サンティは引き続きニューギニアの戦いに加わるため、4月7日から10日まで補給と整備を行った後、エスピリット・サント島を出撃。 4月13日にパービス湾で第24空母軍及び駆逐艦軍と合同してニューギニア近海に向かった。第22空母軍及び第24空母軍はニューギニア方面の日本軍航空基地に対して空襲を行い100機以上を破壊したと判断された。4月24日、両空母軍はマヌスト・ゼイアドラー湾に向かい翌25日に帰島した。 サンティと領艦は、食料と燃料を補給し、4月26日には再び、出撃して、ホーランディア攻撃に向かった。5月12日から6月1日までの間、サンティは、第21海兵航空軍宛の F4 ユーコルセア66機、F6 海ヘルキャット15機及び関係者を受け取りに、行った。6月2日、第22空母軍は、 クエゼリン艦渉に向けて出航同地を経由した後、8月4日に脱海したばかりのグアムに到着。第21海兵航空軍の航空機はここで陸揚げされ、グアムを本拠地とする最初の航空隊となった。輸送任務を終えて、マヌス島で再訓練に励んだ後、サンティは9月10日に出撃し、マピア島近海で第77任務部隊に合流。 モロタイ島の戦いでは、サンティのアベンジャーは、日本軍拠点を爆撃した。一機を喪失したものの、サンティは、日本軍の攻撃には合わなかった。10月1日、サンティは、マヌス島に帰島した。10月12日、サンティは、レーテ島攻略部隊と共に、ゼイアドラー湾を出撃した。この作戦には、サンティを含めて18隻の護衛空母が参加して、 第77.4任務軍を構成しており、司令官トーマス・エルス・スプレーグ少将は、サンガモンを任務軍総機関にしていた。任務軍は、さらに3つの部隊、第77.4、1任務軍、第77.4、2任務軍、第77.4、3任務軍に分けられていた。第77.4、1任務軍は、サマール島港海域、 第77.4、2任務軍は、レーテワン港。第77.4、3任務軍は、サマール島東方海上で、それぞれ紹介と上陸部隊支援の任務を、遂行していった。10月20日のレーテ島上陸作戦当日、任務軍は、日本機の空襲を受けたが、サンティの対空砲火はそのうちの1機を撃墜し、他にサンティの戦闘機が2機を撃墜した。 10月25日朝、第77.4、3任務軍は、夜のうちに、サンベルナルジの海峡を突破してきた、栗田竹雄中将率いる日本の中央艦隊から、攻撃を受けた。第77.4、1任務軍はこの危機を救うため攻撃隊を繰り出す、こととなった。サンティは戦闘配置を例することのないまま準備に、取り掛かり、 7時36分には190キロ離れた、栗田艦隊に対して、ワイルドキャット8機とアベンジャー5機を差し向けた。その直後、最初の神風特別攻撃隊である、菊水隊、朝日隊及び山桜隊が第77.41任務群を、雲間から発見し、そのうちの1機は直ちに急降下で、機重装車しつつ、サンティに向かって突進。 後部エレベーター前方の飛行艦板を突き抜けて格納庫で爆発した。サンティの格納庫には続く攻撃体発進のため爆雷や爆弾が運び出されており、飛行艦板には燃料を搭載済みの航空機も残っていたが、幸運なことに命中した神風の爆発で格納庫に火をまき散らしたもののすぐに消火され格納庫や飛行艦板に 多大な損害を与えなかった。消火して、わずか5分後、サンティの右舷側で爆発があり右に6度傾いた。ものの、約2時間後の9時35分頃には復旧し、栗田艦隊への追加の攻撃隊を発進させることができた。サンティの航空機は10月18日から27日までの間に377回の出撃を行い、 日本機31機を撃墜して5100トン程度の弾薬船を撃沈したと判定された。サンティは10月31日に、ゼイアドラー湾に帰港後、11月9日には、出港してアメリカ本国に向かい、11月19日に、新珠湾に帰港後、98名の海兵隊員を乗せて12月5日に、ロサンゼルスに到着。 戦闘での損傷の修理とオーバーホールを行った。なお、10月25日7時56分にサンティの右舷側での爆発について、アメリカ側資料では、北緯09度45分統計126度20分、北緯9.750度統計126.333度、9.750126.333の地点で、 イ5第56潜水艦の来撃によって損傷したとしているが、日本側の記録では、イ56は朝には攻撃しておらず、22時34分に、タクロバンの125度315キロの地点で、機動部隊に対して攻撃を行ったとある。この時間に、サンティの領艦である、ペトロフ米に対して日本の魚雷が向かってきたが、魚雷は、 ペトロフ米から20ヤード離れたところを通過していき、護衛駆逐艦クールバーグが対戦攻撃を行って、魚雷を発射してきた潜水艦を破壊したと判断している。時間に関する日米双方の記録がどちらも正しければ、サンティーに起こった爆発は E56 の雷撃によるものではなく、例えば、金子敏夫はこの爆発の原因を誘爆を恐れて海中に投棄した。 航空魚雷の爆発と考えられるとしている。サンディエゴでの修理を終えたサンティは1945年1月31日に出港してハワイに向かい2月8日に到着。3月7日にはウルシー干渉へ向けて出港した。途中ミラードハーモン陸軍中将を乗せたまま消息を絶った B-24 の捜索に参加。 サンティは3月19日に、ウルシい干渉に到着し、2日後には、レーテワンに向かった。3月27日、サンティは、レーテワンを出撃し、ドッグを呼び、イージーと呼称された、輸送船団に、上空援護を提供して、沖縄船の船上に向かった。4月1日の上陸作戦当日から4月8日での、相場、サンティの航空機は、 上陸部隊に対する空中警戒にあたり、続いて、先島諸島の日本軍航空基地を攻撃するイギリス、太平洋艦隊の支援を行った。支援終了後は6月16日まで、沖縄島及び東、シナ海上空の紹介及び九州への攻撃を担当した。サンティは6月19日に、レーテ湾に帰島し、小規模な修理を受けた後、 7月1日に出港。7月5日から14日までの間、サンティは沖縄西方の東、シナ海で行われた、総海作戦を援護した。その最中の7月7日、サンティに着艦しようとした航空機は、テールフックの故障により停止せず、前方で中期中の航空機の軍に突っ込んで破壊。火災が発生し、戦闘機4機と雷撃機2機が、 海中に投げ捨てられ、他の来撃記録機が破損。そして、中期中の航空機の中にいた、パイロット1名が死亡した。サンティは7月15日に任務隊から外れ、4日後にグアムアプラ港に到着。飛行艦板の修理を終えた後、8月5日にサイパン島に開港された。途中で飛行訓練に参加したサンティは8月9日に、 サイパン島に到着。8月13日に出港して、レーテ島サンペドロ湾に向かったが、2日後に、日本が降伏して戦争が終わった。サンティは8月17日に、サンペドロ湾に到着した。9月4日、サンティは、朝鮮半島に進駐する連合軍部隊の護衛で、出港したが、途中で、台湾に収容されている、連合軍捕虜を収容する命令を受けた。 サンティは護衛駆逐艦クレッチマーと共に台湾に向かい155名のイギリス軍を呼び英遠軍士官を収容した。これらの捕虜は1942年のマレー作戦の際に捕虜となったものでサンティでは彼らに医療品を施し格納庫を居住区として提供した。翌日には護衛駆逐艦フィンチとブリスターに救助された二十二名の軍人を 収容した。この日に収容されたのは、バターン半島とコレヒドール島で降伏したアメリカ陸軍及び、海軍の士官30名及び、ジャワ島で捕らえられたオランダ陸軍士官と、オランダ商船の船員10名であった。9月9日、サンティは、マニラ湾に到着して477名の救助された捕虜を下ろした。5日後、サンティは、 マニラ湾を出発して、中グスク湾に向かい、9月19日に到着したが、翌日には、若浦湾に向けて出港した。9月22日に到着した、サンティは、和歌山に進駐するアメリカ軍の空中援護を行った。10月3日に若浦湾を出港した、サンティは、沖縄への道中、10月6日に、護衛空母に転換後のサンティの初代艦長だった。 サンプル少々を乗せて行方不明になった PBM マリナーの捜索を行った。10月20日、サンティは中条湾に到着した。10月23日、サンティはマジックカーペット作戦で375名の福音兵を乗せて新珠湾に向かい、11月4日に到着して福音兵を降ろした。翌日、 サンティは18名の海兵隊員を乗せて西海岸に向かった。11月11日にサンディエゴに到着した。サンティはマジックカーペット作戦の任務を続行して11月26日に出港してグアムとの間を往復した。1946年2月27日、サンティはサンディエゴを出港しパナマ運河経由で3月25日に ボストンに到着した。10月21日に予備役となり、1955年6月12日にケ、ケマイナス29へ監視変更され、1959年3月1日に除籍された。その後、サンティは1959年12月5日に、マスターメタルズ社にスクラップとして売却された。サンティは、 第二次世界大戦の先行で9個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。